10月からロシア製のワクチンのクリニカルトライアルが始まるかもしれません。フィルヘルスは証拠隠滅に必死ですね。これでね、15人の人が巻き込まれまして亡くなったみたいですね。昨日フィリピンへ入国しました。その時の説明をいたします。アイナコーエドワードです。8月25日、今日あっぱれな晴天ですね。うん、今日はいい日だ。皆さんフィリピンしてますか？今日はね、ちょっと暑めですね。最近はね、ずっとね、涼しかったんですがね。まあ、ほいてもね、こういう天気嫌じゃないね。さて、今何度かなと。33.5度。ちょっと高めですね。ほいでね、湿度が 59% ですね。昨日8月24日の感染者数ですが、合計で4686人ですね。これで全ての合計が194,252人ですね。こっから回復者などを引きますと、アクティブケースが現在59,200人ですね。ほいで、このうちのね、91.5% が軽症者ですね。メトロマニラで2519人、ラグーナで286人、カビーテで218人、ブラカンでね、189人。リザールで179人。ほいでね、回復者が729人で、合計で132,042人ですね。亡くなった人が13人で、合計で3010人です。いや、亡くなった人の数が3000人を超えてきましたね。ほんでね、先日フィッシャーモールへ行ってきたんですよ。あ、フィッシャーモールっていうのはね、ケソンシティにあるんですけどね。その時の様子をどうぞ。こちら、エドワーです。ケソンシティにありますフィッシャーモールなんですけどね。ここね、焼肉のサンダ屋さんって言うんですけど、閉めてますね。実はね、今日はここでね、焼肉食べようかななんて思っちゃったんですが、閉めてますね。いやー、なんかもう片付けられちゃいますね。残念ですね。ここでもう一個ね、しゃぶしゃぶの一番っていうのもあるんですよ。さっきね、そこにも行ってきましたが、閉めてましたね。いや、残念ですね。どこで食べたらいいんでしょうね。人がいないでしょう。いや、かなりね、人は少なかったですね。本当はね、一番のしゃぶしゃぶを食べたかったんですけどね。ほいでもね、やってなかったと。だもんでね。焼肉のね、サンダ屋さんへ行ったんですが、まさかのね、こっちも閉店しておりましたね。フィッシャーモール内のね、他のお店もかなり閉店しておりましたね。いや、今回のパンデミックでかなりの大打撃を受けておりますね。ほいってもね、一番もね、三大屋もね、マカティにもあるんですよ。だがしかし、こっからやとね、ちょっと遠いんですね。まあ僕にとってね、一番のしゃぶしゃぶはね、なくてはならないものやったんで、困っちゃう。ほいで、実はこのフェイスシールドありますね、これね。これね、フィリピンではもうこれをね、つけておかんとダメなんですね。こう言ってもね、こうつけんとね、歩き回っておる人も結構いてるんですよね。まあ、お店なんかに入る場合はね、つけないと入れてはくれませんけどね。まあ、ほんでもね、実は新しいのを買いましたね。それがね、これですね。これほら。めちゃんこかっこええでしょ。近未来の人みたいじゃないですか。今日のニュースの情報元は、PTB、GMA、CNN、イスコモリのショーの YouTube チャンネルからになります。今日のヘドニュース。公共交通機関では、まあ、バスとかね、そういうのですね。乗るときにはね、フェイスシールドとね、マスクをしてないとね、バスに乗せちゃダメなんですよ。ほいでね、体温チェックをしてからじゃないと、バスには乗れないんですね。ほいでもね、このプロトコルがね、最近では無視されがちになってきておるようです。これはね、バスの乗客からのね、通報らしいんですね。で、これでね、GMA がね、調査をしました。昼間はね、わりかしプロトコルは守ってはおる感じのようですが、夜はね、無視しておる人が多いようですね。で、夜はね、警察のチェックなんかもないですからね。これでね、フェイスシールドもマスクもせんとね、ソーシャルディスタンスも無視しておるような人がかなりおりましたね。こんな感じです。ほんでね、LRT ですが、こっちはね、かなり厳しくやっておりますね。
LRT っていうのはね、電車のことですね。で、まあね、入る時にもフェイスシールドとマスクは必須ですしね。しかもね、早朝のね、暗いうちからすでにね、並んでおる人たちもたくさんいてますね。こんな感じです。ほいでね、以前ドクターが感染しまして、回復をした話をしましたね。で、これでね、またこのドクターから感染がね、確認されたんですね。しかもね、1回目よりこの2回目の方が症状の悪化がね、早かったみたいです。これでね、このドクターは昨日ね、亡くなってしまったみたいですね。で、このドクターはね、44日間戦ったようですが、勝てなかったみたいですね。これでね、このドクターはその間にね、いろいろな検査をしましたが、まずね、1回目の感染の時の回復でね、免疫力がかなり低下しておったようですね。これでね、2回目の感染で症状の悪化がものすごい速さやったようです。このドクターはね、女性やったんですが、11歳とね、8歳の子供がいてはったようですね。しかもね、患者さんからはかなり評判のいいドクターやったようです。診療してもね、お金を払えないような人からは、お金もね、取ってなかった人みたいですからね。そしてね、タギグシティでは、吸っちゃいけないものを売っておった人たち4人が捕まりました。これらはね、葉っぱタイプのものやったようですね。この4人のうち2人がね、未成年やったみたいです。これでね、この4人は27万ペソ分のね、吸っちゃいけないものを持っておったようですね。まあ27万ペソって言いますと、日本円でまあ50万円以上になりますね。ほんでね、ベンゲットのラトリニダッドでは、3つの家がね、火事にあったようです。これの原因ですが、1つの家でね、ガスを使っておって、料理なんかをしておったようですが、それをね、忘れておったみたいですね。まあ、この辺はね、山の上にありますんで、風も強くてね、火の回りがかなり早かったようですね。そしてね、ラウニオンではお父さんがおりまして、このお父さんがね、3人のね、子供たちと昼寝をしておったんですね。ほい、お父さんが起きたんですね。で、起きたら子供たちがいないんですよ。あれ?ってなりますよね。で、これでね、あたりを探しましたが、見つからなかったんですね。で、ちょっとまたって見つかったんですが、この3人の子供たちはね、近くの川で溺れてね、亡くなっておったようです。ほんでね、セブシティでは、とある女性がおりまして、この女性がね、隔離中の人やったんですね。で、この女性がね、ここの隔離施設から逃げ出したんですね。で、ほいでね、故郷であります、ネグロスオリエンタルまで逃げておったようですね。ほいでね、ネグロスオリエンタルで捕まりまして、検査をしましたらポジティブやったみたいでね、再びね、隔離をされておりますね。ほんでね、カピス州のね、政府高官の感染が確認されました。この人の秘書2人からね、症状がもうすでに出ておったらしいんですね。だもんでね、この政府高官も感染したようです。この政府高官にもすでにね、軽めではありますが、症状が出ておるんだそうです。ほんでね、イースタンビサヤにありますビリラン島っていうね、島があるんですね。ここのね、ナバルっていう町では、7つのバランガイがロックダウンされておりますね。ここではね、2人の感染者が出たようです。この2人には症状も出ておりまして、現在はね、隔離施設で隔離中のようですね。ほんでね、スールー州のフルーでは、2人の男が爆の弾をね、バイクに仕込みまして、爆発をさせたようですね。ほいでね、この事件の1時間後に、警察は容疑者っぽい女を見つけまして、話を聞いておったんですね。ほいで、このグループの人たちでね、常に体にね、この爆の弾を忍ばせておるんですよ。ほいでね、捕まりそうになったら爆発させろっていうね、ルールがあるんですね。まあ、これで証拠隠滅もできますからね。ほいで、実際にね、自爆したんですよ。これでね、この2つの爆発事件で、15人の人が巻き込まれて亡くなりました。で、さらにはね、推定で75人の人が巻き添えを食らいましたね。まあ、これはね、推定の数なんでね、まだまだ増えるだろうとのことですね。まあ、これにはね、警官と軍人さんと市民が巻き込まれたようです。この市民の中にはね、子供もいましたし、老人もおったようですね。それでこのグループは2019年の1月にもやっておったようですね。この時はね、23人が亡くなりまして、100人以上が怪我をしたようですね。その後もね、2019年の6月にもやっておったようですね。まあこれらはね、すべてイスラム系の同じグループによる犯行のようですね。ほいでね、これはまあ以前にもお伝えしておる、フィリピン軍の軍人さん4人がね、フィリピン警察9人にパキューンされた話ありましたね。実はね、あれにも関係しておるんですよ。このフィリピン軍の軍人さんたちは、
このグループの潜入捜査でこのスールーへ来ておったんですね。これでね、もしも軍人さんたちがね、パキューンされてなかったら、もしかしたら今回の事件も防げておったのかもしれませんからね。これ関連の話の時はね、僕はかなりこう分かりにくい表現で説明しておりますが、YouTube では使える言葉が限定的になりますので、ご容赦ください。ほんでね、メラルコですが、まあメラルコっていうのはね、都心部の電力会社ですね。このメラルコの料金ですが、今はね、払ってなくても電気は止められないんですね。まあ今はね、大変な時ですからね。まあでもこれの期限が10月31日になったようです。ほいでもね、もしも10月31日までに電気料金払われなかった場合は、11月1日から電気は止められるようですね。まあこれをね、見ておる人たちはみんなちゃんと払っておるとは思いますが、周りのフィリピン人たちにもね、教えてあげましょうね。ほんでね、以前からお伝えしておりますロシアのワクチンですが、ロシア側はね、かなりフィリピンにこのワクチンを押しておるようですね。ロシア側はね、研究結果やらをね、すでにフィリピンに送っておるんだそうです。で、これらの研究結果をフィリピン側がね、現在チェックしておるようですね。ほんまに大丈夫なんかなってね。ほんでこれでね、もしもフィリピン側が OK が出れば、10月からこのロシア製のワクチンのクリニカルトライアルが始まるようですね。ほいでもね、これはかなり限定的にやるようです。かなりね、限られた数の人でトライアルはするようですね。まあこれはどうなるんでしょうね。プーチン大統領がね、自分の娘で試したってね、以前言っちょりましたしね。この強硬な感じがね、非常にロシアしてますね。ほんでね、フィルヘルスですが、こうリージョン1のね、フィルヘルスのオフィスで、なぜだか偶然にね、アメが PC やら重要書類なんかがあるオフィス内に入ってきておった話がありましたね。これでね、T シャツのようなものが雨どいに詰められておりまして、それでね、オフィス内にね、雨が入ってきておったんですね。こう雨がね、こう雨どいを流れてきませんからね。これでね、重要書類や PC は少し濡れましたが、無事やったようなんですね。まあ、これでね、完全にフィルヘルス側はね、証拠隠滅を図っておるなとなっておるんですね。このリージョン1のオフィスっていうのもね、まあ、ダグパンシティにありまして、まだね、新しいものですからね。これでね、24時間体制で、これらの重要書類と PC の調査がね、現在はされておりますね。まあ、こんなね、バレバレの証拠隠滅までやっちょりますんでね、この調査でさらなる汚職が、うじゃうじゃと出てくることでしょう。ほんでね、現在、フィリピン入国はね、厳しくなっちゃいますね。まあ、そもそもね、フィリピンへ入国できる人は、フィリピン人と結婚しておる人とか、親がフィリピン人とかね、そういった人たちに限られてはおるんですよ。こういう人たちでもね、事前に各国のフィリピン大使館でビザを取らないと、フィリピン入国はね、できないんですね。たくさんの人たちがね、フィリピンまで来て入国拒否をされておるんですね。おいでね、視聴者さんでフィリピン大使館でビザを取った人がおりましてね、以前紹介しましたよね。この人からね、その後のメッセージが来ました。皆さんごきげんよう。私は先日東京のフィリピン大使館でビザを取得しました。ちなみに私と妻はフィリピン人です。実は私は北海道に住んでおります。まずは千歳空港から羽田へ飛行機で飛びまして、そこからマニラ入りをしました。羽田空港でフィリピンエアラインにチェックインするときにアプリで質問に答えたり、紙ベースの問診票など4枚記入してチェックインが認められました。だがしかし、これでもまだ終わりません。ビザと結婚証明書だけでは 100% フィリピンへ入国できる保証はないと教えてもらいました。ならどうすればええですかと聞くと、奥さんのパスポートのコピーがあれば確実ですよとのことでした。必要書類などを揃えてもまだ足りないというこのありさま、なかなかフィリピンしちゃっとりますね。ほいでもね、私は土器の胸胸が止まりませんでした。なんてったって相手はフィリピンなんです。完璧に書類は揃えたと思ってもまだまだ完璧ではなかったのですからね。ほいでも無事に飛行機は飛びました。このフライト中も飛行機内でいろいろと英語ベースの用紙に記入をしないとあかんとです。これはなかなか大変でしたが、私は緊張もしておりましたし、いい時間つぶしにはなりました。
そして私の飛行機は無事にマニラ入りをしました。果たして私はフィリピンへ入国ができるのか。飛行機を降りてからイミグレーションまではかなりの緊張感でした。フィリピンのあの緩い感じはなく、独特の緊張感のようなものがありました。私はフィリピン入国時にパスポートとビザ、結婚証明書を提示しました。オフィサーはいぶかしげな目で私を何度も見ながらそれらの書類に目を通しておりました。かなり厳重になっておるなというのが伝わってきました。私は思いっきりの作り笑顔をしておりましたが、実際はかなり引きつっておったことでしょう。私はこの間が非常に嫌いです。この時間が永遠のように感じたことは言うまでもありませんね。そしてオフィサーは私の妻の名前を聞いてきました。本で結婚した日を聞かれて答えました。押したらば、急にオフィサーは顔が緩みまして、フィリピンへようこそと入国スタンプを押してもらいました。私はほっとしました。緊張で気づきませんでしたが、私の背中はこの緊張感で汗びっしょりになっておりました。緊張の汗ってやつですね。エドワードさんが言っておった有効なビザを持っておっても入国は厳しくするとはこういうことだったのですね。皆さんも奥さんの名前や結婚した日なんかはちゃんと覚えておきましょうね。他の質問もあるでしょう。干して入国後に流れ作業で PCR テストをされます。その後にホテルの予約状況のチェックがされます。本で預け荷物を取りに行きます。最後にタクシー予約をしまして、事前に予約しておったホテルにそのままチェックイン中流れでした。英語ベースの用紙の記入が機内からフィリピンへ着いてからもかなりあるので、これが結構大変でした。ほんで私は今はホテルのベッドで横になりながらフィリピンしておりますよ。皆さん大好きであろうサンミゲルを飲んじょりますよ。ほんでも緊張感でかなり疲れました。ほいで昨日8月24日に私はフィリピン入りをしました。ほんで隔離先のホテルには同日の午後9時にチェックインをしまして、8月25日の午前5時に検査結果がメールにて届きました。そのメールを開こうとクリックしようにも私の手は震えておりました。メールを開くことにこんなに緊張するやなんて。果たして私の検査結果は、ありがたいことにネガティブとなっちょりました。私はあまりの嬉しさに追加でレッドホースを飲んでしまいました。そっからすぐにホテルのフロントにネガティブのメールを見せまして、チェックアウトと相成りました。フィリピンではネガティブの検査結果が出れば2週間の隔離の義務はないようです。午前5時からタクシーをすっ飛ばしまして、我が家のあるブラカンへ直行です。え、そんな早朝からとお思いですか。実は私の妻がブラカンの家で私の帰りをずっと待ってくれておるのです。自分のブラカンの家には朝7時に帰ってきました。あまりの順調で早い帰りに愛する妻は嬉しさよりもびっくりが勝っておりましたよ。なんてったって昨日の今日ですからね。入国時に 9A ビザと結婚証明書で自分は入国できましたが、奥さんのパスポートのコピーがあればより楽に入国できるようになると思います。チャンネル登録お頼もします。それではお後がよろしいようで。